YouTube。 でこのバズワードみたいなのをちょっと考えて、ミニマムライフハックっていうちょっとハッシュタグとか、バワードをちょっとこう、まあもうすでにあるかもしれないですけど、これをちょっとまあやろっかなっていうふうに思いました。っていうのも、節約っていう言葉ってネガティブなんですよね。ネガティブワードなんですよ、割と。なんかこういいイメージないじゃないですか。ちょっとこう我慢してるみたいな。で、ミニマそれ節約アイディアみたいなのじゃなくていうアイディアじゃなくて、まあ、横文字にして、ミニマムライフハック、まあ、ライフハックっていうのはまあ生活のそのまあこうなんていうんですかね、いろいろなアイディアみたいな感じで、でそのミニマムっていうのはまあこう小さい生活、ミニマムライフってまあそのあれですね。だからそれをちょっと合わせてミニマムライフハックっていうそのまあちょっと自分の中でバズワードを考えて、でそういうこうなんていうんですかね、ダウンサイズするようなその言ったらその資本主義上の逆張り的なその方向っていうのが、まあポジティブじゃない、あポジティブみたいなイメージを、浸透するっていうのが一つ、まあ、大事なんじゃないかなっていうふうに思って、でその節約っていうふうに言うとなんとなくこうポジティブじゃないんですよね。こう、だからまあそれをまあ一つこう置き換えた風にしていきたいなっていう風に思います。